はい、アタボウズ氏です。今日は続きをやっていきます。ご覧の通り、流線形のスマートな形をした魚ですね。ピカピカしてますね。と黒っぽい銀色なのかな。体色というのか。スズキは日本の食文化の中では歴史の長い魚ですね。というのも、スズキは比較的河口付近とか内湾に住んでいるので、昔漁法がそんなに発達していない時代でも、比較的取りやすかったと。遠洋まで行かなくてもいいのでね。そういうわけで、昔の日本の食文化では結構大事な魚でしたね。身も大きいですし、鵜留まりもいいですからね。そういうわけで、今日はスズキです。はい、じゃあまず鱗を取って頭を落としていきます。スズキというのは日本では夏に食べられることが多いですね。河口付近にいるっていうことで、淡水魚の特徴も若干あって、上質なものはうっすら川魚の香りとかもするんだよね。繊細な淡白な味と川魚の独特の香り。こういう魚は結構少ないと思いますね。で、かつ癖がないので、どんな料理にも合わせやすいですし、とても美味しい魚だと思います。で、かつては内湾で取れるってことで、東京湾でもすごく取れるんですけれども、一時海洋汚染とか、そういった問題で匂いとかがついちゃうんですよね。臭くなっちゃって、そのスズキの価値がすごく落ちたんですね。だけど、皆さんご存知の通り、今は東京湾もすごく綺麗になって、東京湾の魚すごく評価され直してます。だから今のスズキなんかもとても美味しいですね。香りもいいですし、臭いなんてことにないですしね。もちろん個体差は多少ありますけれども、非常に夏には美味しい魚です。旬としては7月、8月ぐらいがうちでは出しています。ちょっと今の時期も動画撮ってる時と出てる時とは違うんだけどね。昔はね、春がタイで、夏がスズキで、秋冬がヒラメみたいな感じで言われてたんだけど、今、気候変動とかの影響もあるし、やっぱいろんなことが変わってきたよね。有名な料理としてはね、昔なんかからあるのは、アライですね。一回刺身に引いて、冷たい水で洗って、最後氷水で締めるっていうね。これが、一回洗って、旨味とかも少しは逃げちゃってるんだろうけど、冷たくすることで香りとかが引き立ったりするんだよね。あとはもちろん氷の演出みたいな感じで美味しく感じるっていうところもありますけどね。夏の暑い時にそういう演出なんかも大事だよね。あと、日本だけでなく、世界中で人気ありますね。英語だとシーバスって言いますね。ちょっと種類は違うんだけど、有名なところではナイルパーチ。これがスズキの代わりになって、有名なタンザニアのビクトリア湖ではたくさん使われてますね。これが世界中に輸出されています。よくお弁当屋さんなんかで白身魚フライとかいうのは結構大体ナイルパーチが多いですね。世界中で人気があるよね。フランス料理なんかでも使うしね、シーバスとかはね。タンザニアではね、燻製にして、干物にして燻製にして、それを煮込んでシチューとかにして食べてましたね。僕はビクトリア湖からちょっと遠かったんで、あんまり食べなかったけど、一回ビクトリア湖行った時はそういうのを食べたことあります。柵取りですね。スズキぐらい大きくな魚になると、こうやって柵にとって、刺身に引いたり寿司にしたりします。はい、切り付けです。はい、じゃあ握りです。